ちょい見せ名古屋さ、始まり始まり。時は平安、源氏と平氏の争いが絶えなかった頃、京の鞍馬山に牛若丸という一人の少年がいた。牛若丸は憎き兵士を倒すため鞍馬山の天狗に教えを乞い、戦いの術を磨いていた。お願いします。